雅です。この物語は映画のぼうの城でも知られる埼玉県は行田市で起こった忍城の戦いが舞台。1590年豊臣秀吉の命を受けた石田三成が約2万の兵を引き連れ忍城へ攻め入る。対して忍城成田軍はわずか500、2万対500、圧倒的な力の差。五城内成田長近は正門前に集結した敵軍へ立ち向かう。そして手薄になった東方を城主の娘成田海が立ちはだかった。成田海姫の城を守りきるその姿、最後までとくとご覧あられまするよう、よろしくお願いします。お願いします。はっせいはっ、いけ雅、忍城守り抜く。時は戦国、一人の女性の運命を変えた物語。後の世で戦国のジャンヌ・ダルクと人は呼ぶ。この城は誰にも渡せない。
お客様に最大限の感謝、ありがとうございました。